えー、おはようございます。速価軸の久保でございます。今、日曜日なんで相場は動いてないんですけども、お先週のですね、ちょっと振り返りをしようかと思うんですよね。えー、これがね、四日、4日ですから、金曜日ですね。金曜日の朝9時のおチャートになりますけども、どういうことが言えるかというとね、あのゼロラインの設定っていうのは、もうご存知ですかねあの。確認していただけましたかね。ちょっともう一回やると、えー、エントリーしたラインが、 まあエントリーっていうところにありますよね二重でなぞります1 1円の519という前々からあった赤い線なんですけどもでその時に引いたロスカットラインがこちらですこちらにロスカットラインがありましたでも、まあ、ダブルボトムその他全体的なあ右肩上がりということからですね倍を入れた後どん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 チャートがですね要線を出して上の方にいったわけですよね、まあ、そこで1 1円の723にゼロライン設定と言いましてね ロスカットラインをししました。こうすることによって何が起きるかというと例えばねこのロうソク足が反転して下落に向かった時でも損が出ないようなロスカットラインが引けるわけなんですよ本来は黄色いところにあったロスカットラインなんですけどもエントリーポイントよりもずいぶん上の方に移動したわけですよねまあこうすることによって絶対に利益が出るようなそんなエントリーになるわけです その後は最大利益目標を115円の430というところで以前から引いてあった赤い線がありますよねこちらの方を目的にしたわけなんですねこれがだからあ金曜日4時4時じゃない4日のここのあ9時に行ったことです確かね4日の相場解説は朝4時か5時ぐらいにしたと思うんですけどもその時点ではこうはなってなかったんですよね、まあ、ですんでエントリーした後、数時間後にこの形にしたということになります で、その次なんですけども、その次がね、えー、こういう風になってます。これが何を意味するかってことなんですが、ゼロライン設定をこちらに置いた後、チャートがどんどん,どん上に上がって、あ、失礼しました。チャートが上に上がってきて、で、一旦下の方に組み上げたんですけども、その後大きく上昇に向かったということですね。で、最大利益幅が、 115円のでしたで、115円の430にタイマーを仕掛けておくこともできたんですけどもおそらくね多くの上級投資家さんはその直前で決済してるんですよそのためロうソク足は下の方に動いたわけですよねで私の場合は寝てましたんでこの上手に決済できなかったんですよね、まあ、ですんで私の決済ポイントっていうのは今チャートをご覧いただいているこちらになりますんで多少利益は減ったんですけどもそうは考えてもね 結構なピップス取れましたんでね、えー、ありがとうありがとうって感じでございます。えー、ピップスとしてはこのぐらい取れてますんで、まあ60ピップス前後をいただいたかなと。だから6、7万ってことになります。で、これが、あ結果ですよ。ね。それからなんでこの結果に見出すかっていうと、ポイントは2つあります。4日の朝の配信、もしくは3日を見ていただいてもいいと思いますけども、1時間軸でのダブルボトムね、これが見出せたこと、これが1つ。 もう一つ目が全時間軸が右肩上がりになっているから遠慮なくこの1時間でも倍が取れたことそして上級者なら知っているってところでね4本の陰線4線の並びですよこれが実はもう一回ここに出てるんですよね陰線4線陰線4線と念を押す形で出てますんであこれはさらに高い確率で倍の方に向かうなっていうことで、まあ、自信を持って倍でん取りできたわけなんですよね 今後どうなっていくかっていうのはまた7日月曜日の朝の配信でお話ししますけども一応ね1週間の結果はこう出ましたよってことにさせていただきます以上でございます大きく利益を上げられた方も結構いたと思いますので喜びのメール全て読まさせていただいておりますどうもありがとうございました